はい、こんにちは、つかつです。ということでね、今日もやっていきましょう。いや、今回はね、こちら、2020年11月に買った142冊をすべて紹介します。ということでね、これね、毎月やってる企画で、まあ、その月に買った本の冊数、そして、その写真ですよね。全部スライドショーにしていくっていう、まあ、動画でございます。で、あの、7月からね、始めていて、まあ、7、8、9、10、 で、今回11月と。また、12月の分は1月にやろうと思いますね。あの、結構1月からね、やれば良かったなと思いますけどね。まあ、1月からやればね、1月から12月まで買った本をすべて、まあ、数字化して、まあ、グラフとか総数とか全部わかるんで、まあ1月からやれば良かったなと思いますけど、まあ、2021年はそれやろうと思います。1月から。 まあこれ毎月1回やってるやつで、僕ね、僕買った本は全部写真に撮って、あのツイッターでね、あの投稿してるんで、まあその写真をまあ流入して、ここで全部スライドショーにしてアップするということをやっています。でまあ今回11月は142冊なんですけれども、まあ、7月はね、7月に戻ると、 7月は487冊ですよ。めっちゃ買った。で、8月。8月は383冊と。これも買いましたよね。で、9月は138冊。まあ、一気に落ちました。で、10月は286冊と。いうことで、まあ、11月はまた下がりましたね。100冊台と。いうことで、まあ、やっぱり7月、8月はめちゃくちゃ本買ってんですけど、それはなんでかっていうと、やっぱりあの、10万円の給付金ですよ。 10万円もらいもうほとんどを本に使っているということなんですね。であのブックオフでね、買いまくってますけどあの、まあこれね、結構お叱りのね、ことを言われますが、僕、新刊も買ってるからね、新刊もめちゃくちゃ買うし、今度は芥川賞と直脇賞ありますけど、それもまあ新刊でね、全部買わせていただきますよ。僕、新刊もちゃんと買ってます。であの、11月は、まあ、ブックオフにね、行った回数が、 まあ3回しかなかったんですよね。まあ大きく言えばですよ。まあちっちゃく5冊とか買ってる、買ってる時もあるんですけど、まあその時はちょっと置いといて、あのまた大量にね、買ってきたところに混ぜてるんで、大きな波としては3回あったということで、11月14日に54冊買ってます。で、11月23日に23冊。で、11月の26日ですね、に65冊買ってますけれども、 11月のね、あの、26日って、チュンチュンさんが、まあ、大阪に来てくれた時で、その時に、南波のブックオフに行って、みんなで行きまして、みんなって言って、僕とチュンチュンさんとヨメチュンさんでね、行きましたけれども、で、その時に、まあ、岩波文庫がね、大量に出てたんですよ。で、見たことないぐらいね、あの、岩波出てて、いや、やったと。 嬉しいと思って大量に買ったんです。まあその時、チュンチュンさんとかをね、まあ観光案内してたのに、僕が大量に本買ってるっていう、まあ、それは仕方ない、号みたいな。僕も本見つけたよね。まあパパパってね、取っちゃう人間なので仕方ないんですけど、まあなので、その54冊、23冊、65冊、それ全部足したら142冊になるということですね。まあやっぱりね、岩波文庫を大量に買ってますけど、 あとやっぱ単行本かな。まあその2つぐらいじゃないですかね。他にね、僕はあんまりね、買ってるもんね、下がってますよ、絶対に。まあ、絶対数がそもそもやっぱり下がっているし、あ,のあんまりね、ブックオフで欲しい本が見つからなくなってるんですよね、本当に。だから、だから今後ね、どん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 ね、下がっていく一方だと思うじゃないかな。だからブックオフには定期的には行ってますよ。 まあ近所のブックオフとか原、まあ、付の範囲で行けるところとかねは行ってますけどあんまないね本当に講談社文庫とか文春文庫とかカドカオホラー文庫とか本当にねない千曲文庫はちょっとね最近手出してるし中高文庫ですよね、まあ、そこら辺は最近手出してるからあ結構買う率が多いあと朝日文庫とかかな朝日文庫の良さは最近分かってきたね 朝日文庫ってそう、絶対数が多分少ないし、あの、純文学作家を初集してるやつも少ないんですけど、たまにね、ビビビってくるのあるんですよ、朝日文庫。すごいって思うんですけど、だから年間で買う本の冊数は下がっていますが、まあ多分月100冊は買うから、あの、僕ね、年間でね、1000冊は本買ってますよ。まあ、もっと買ってると思いますよ。だって500冊とか平気で。 あの買ってますから。あの今年はもっともっとね。多いです。3000冊とかじゃないですか？うんだから僕ね。7000冊の古本コレクターって言ってますけど、今年だけでね。3000冊ぐらい手に入れてるからあの多分ね。1万冊ぐらい持ってんじゃないですか？おそらく1万冊1万冊所有してと思うよま。今度もしかしたら全部数えるだけの。 動画出そうと思ってるんですねあの何冊結局この部屋にはねあるのかっていうのを数える動画出そうと思ってるんです。それね僕も気になってるからね個人的に。あの僕把握できてないから何冊あるか。持ってる本は大体ね把握してんですよ。でもねやっぱりたまに忘れる時あるんですよね。カー文庫のやつが やっぱ100円であった、あった時に、これ持ってたかなとかね、悩む時あるんですよ。だからね、目録化したいんだよね。僕持ってる本全部。あの、パソコンとかで、今だったらワードとかで、エクセルとかで、持ってる本全部ね、目録化して、管理したいんですよ。管理。だから、そこをね、ちょっとやるっていう動画作りたいね。で、あと、まあ、今年か、来年ぐらいかな。 今年にね、買った本の総数ですよね。3000と、さっき言いましたけど、あの、僕ね、やっぱり一応買ってきた本は全部動画にしてますからね。あの、7月からは、冊数をね、出すようにしましたが、それ以下、ね、1月から6月までは、冊数わかんないんですよ。でも、動画にしてますから、実はその動画を数えていけば、わかるんですよね。結局、まあ、正確かどうかわかんないが、まあ、ほぼほぼの、 冊数はわかるんです。2020年買った本の冊数。その動画出そうと思うの。まあ、それは来年の1月あたりかなとは思ってますけどね。で、まあね、この前も、あの、まあ僕大量にやっぱ本買ってるでしょ。142冊買ったりとか、あの、まあ1000冊、2000冊、3000冊とか買ってるけど、この前ね、動画のコメントで、お前がやってるのはハイエナだ。 っていうコメントあったよ。結構厳しい口調で、古本を買うことは、新刊で本を買わないのは、出版業界を滅ぼすことなんだっていうのがあって、ね。しかもお前は YouTube をやって、その収益で、お前の懐に入るのはおかしいと。新刊ではない古本で儲けているのは、ハイエナと同じじゃねえか、みたいなコメントあって、僕もそっと字ですよ。そっと字ね。あの結構ね、本って、 それぞれの思いがあるから僕には僕の主義があるでしょ主張があるあなたにはあなたの主義と主張があるそこねぶつかるんですよでもう分かり得ないことがあります今はね多様性をね認める社会じゃないですかそういうことになってるでしょ僕だってそれは多様性認めたいけど僕のことをもう完全否定する人はいるんですよで僕は別に歩み寄れないからね僕には僕のやり方があるから で、その人にはその人のやり方があるから、もうお互いもう歩み寄れないので、まあ、喧嘩なんか僕しないですよ。いい大人だからね。もうそっとじですよ。そっと閉じると。返信すると、もう僕の体持たないのでね。僕はあの一年間、そういう人に結構コメントありましたよ。あの、もうね、お互いね、歩み寄れません。<laughs> 僕は相手が悪いとは全然思わないよ。そういう人なんだって思うだけなので、別にいいんですよ。で、 あのこれからね、ブックチューバーというか、読書系のね、ユーチューバーっていうのが、まあ増えてほしいと思うし、やってみたいなって思う人いると思うんですね。まあ、書評系のユーチューバーね。本を取り上げるユーチューバー。でもね、そういうのになりたい人は、ね、あの全然意見が食い違う人からコメントが来るっていうね、そういう覚悟をね、しといた方がいいと思いますね。まあ、これユーチューブにに全て合うことだけどね。 あの別に読書系だけじゃないかもしれないけどね。いうことですね。はい。まあ、この話はもう終わりにして、まあ、そんな感じで、またね、あの、12月本買っていきます。大量にね、僕のお財布の中と相談しながら、ね。まあ、あと、12月と1月は芥川賞南紀賞ありますから、それの企画もね、ちょっと頑張っていこうかなと思います。まあ、今回はこんなもんでしょう。はい。ということで。 今回は終わりです。高評価、コメント、チャンネル登録ね。どうぞよろしくお願いします。ではでは、チカチャンでした。バイバイ。